レキシントンアベニューは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市マンハッタン区を南北に縦断する大通り。車道は南方向への一方通行である。西側には、パークアベニュー、東側には3番街が並走している。グラマシーパークの北側21丁目から始まり、グラマシー、ミッドタウン、アッパーイーストサイド、スパニッシュハーレム、ハーレムを通って、 ハーレムリバードライブに至る。この通りは1811年委員会計画による南番街という名前で呼ばれる通りではなく、1836年に弁護士、不動産開発業者のサミュエル・ラックルズの努力により3番街とパーク街の間に作られた。また、この通りの南端グラマシーパークの南側の延長線上には20丁目から14丁目まで、 アービングプレイスと呼ばれる通りがある。この通りもレキシントン街と同時に作られたものである。レキシントンの名は独立戦争時のレキシントンの戦いにちなむ。レキシントンアベニューのミッドタウン部分はオフィス街であり、42丁目にクライソラービルがある。また、パーク街とレキシントン街、53丁目と54丁目に挟まれたブロック全体はシティグループが占め、 さらに52丁目と53丁目の間に式グループ、センターがある。その他、599レキシントンアベニューやゼネラルエレクトリックビルなどが立つ。ピートズタワーンレキシントンアベニューの南の延長線上には、全長5ブロックのアービングプレイスがグラマシーパークの南端20丁目から14丁目まで走っている。この通りは南北両方向通行である。 レキシントンアベニューとは対照的に区間が短いこともあり、マンハッタンの主要幹線道路とはなっていない。ユニオンスクエアが1839年に開園した後、アービングプレイス周辺のエリアは市内で最も人気の住宅街の一つとなった。これはエリアの北にはグラマシーパークがスタイフェサントスクエアが開発されたことも大きい。様々なレストランやバーが アービングプレイス沿いに並んでいる。中でもニューヨークに現存する最古のサルーンであるピートズタバーンは禁酒令の下でも花屋と偽装して生き残った。ここでオーヘンリーが賢者の贈り物の着想を得たと言われている。アービングプラザは東15丁目の位置にあり、様々なメジャー及びインディーズバンドのコンサートを催しており、舞を賑わっている。また、 この通りの17丁目からグラマシーパークの区間には大型のアパートが立ち並んでいる。また17丁目には B&B 形式の小さな宿屋がある。これは1840-1841年に建設され1991-1995年に改修された2軒のグリークリバイバル建築のタウンハウスに入っている。歴史的 建築的に重要な建物は、アービングプレイス47番地及び49番地。校舎には、ワシントン・アービングが住んでいたと言われているが、事実ではない。これらの建物は、東17丁目、アービングプレイス歴史地区の一部であり、20丁目の角の19グラマシーパークは、グラマシーパーク歴史地区の一部である。この通りにあるオフィスは、EN、ザネーション市。 バラ十字団のニューヨーク支部及びシーフェルヤーズインターナショナルハウスミッションがある。また、病院や市の機関のビルとしては、ワシントンアービング高校やニューヨーク市人事課の本部がある。この通りの南端の西側は、ゼッケンドルフタワーの背面、東側は、コンソリデーティッドエジソンビルがある。8丁目から4番街とパーク街の下を走ってきた。 ニューヨーク市地下鉄 IRT 歴史ントンアベニュー線は42丁目からは、この通りの下を走り、ブロンクスに至る。この通りには、またバスの南行き M98、M101、M102、M103、BXM1 が運行されている。同じ路線の北行きは3番街を通る。映画7年目の浮気で、マリリン・モンローが演じる金髪美女が地下鉄の通気口に立ち、 風で白いスカートを浮き上がらせるシーンは1954年9月15日にこの通りと51丁目の角で撮影されたが、見物人の立てた音のためボツになり、改めてスタジオで撮影された。ありがとうございます。